チャールズ・フレデリック・ホーンは、イギリスの音楽家、作曲家。出生地であるドイツに合わせ、ドイツ語風に表記する場合は、カール・フリードリヒ・ホルンとなる。ドイツに生まれたホーンはほとんど何も持たず、また、英語の知識もないままロンドンへ赴いたが、イギリスでは、王室の音楽教師を務めるまでになった。編纂、編曲活動を通じて、彼は、 ヨハンゼバスティアンバッハの音楽をイングランドに紹介する手助けを行った。ホーンはチューリンゲンのノルトハウゼンに生まれた。父はヨハンボルフガングホルン、母はゾフィア、ドロテア・シェナーマンで、彼は4人兄弟の3番目であった。チャールズ・フレデリックの息子のチャールズ・エドワード・ホーンの回顧録によれば、ヨハンボルフガングは息子を測量者に従っていたという。一方、 ホーンはしばしば人目につかぬよう音楽の練習をしていた。父はこれを発見し、息子の勉強が妨げられないようにと一家のクラビコードを破壊した。しかし、それでも、ホーンがノルトハウゼンのオルガニストであったクリストフ・ゴットリープ、シュレーターから音楽のレッスンを受けるのを思いとどまらせることはできなかった。シュレーターが1782年に死去すると、ホーンは パリに移り住んで音楽家として生きてみようと決意した。彼はわずかの資金と衣服の入ったスーツケースを携えて実家を後にした。パリへの途上、彼はハンブルクでビンケルマンと名乗る外国人に出会う。ビンケルマンは感受性の強いホーンに対し若きドイツの音楽家の大使を叶えるのであればフランスよりもロンドンの方が良いと説得した。 ビンケルマンはロンドンまでホーンと同行したが、到着するや、いなや彼の金をほとんど盗んで姿を消してしまった。資金を失い、英語もわからなかったホーンは、ロンドンの路上を彷徨っていたが、ドイツ語を話せるアイルランド人に出会うことができた。その人物は、ホーンの球場に同情を寄せ、彼を、チープサイドのロングマンブロダリップのピアノ店に連れて行った。そこで、ホーンは、 選手のフランシス・フェーン、ブロダリップにピアノを弾いてきたせた。演奏に関心したブロダリップは、フォーンを、ザクセン大使であったヨーン・マウリンセ・デブリュールに、紹介した。デブリュールがフォーンを、初代スタッフ,フォード公爵、グランビル・ルーゴアに推薦し、公爵は彼を、娘の音楽教師として雇った。トレンサム・ホール1829年、こうして雇われた、ことは、 スタッフォード社のスタッフォード公爵の邸宅であるトレンサムホールがコーンの新しい住処となることを意味していた。ここで彼は公爵の娘たちの家庭教師をしていたフランス人のディアナ・デュポンに出会い恋に落ちる。二人は1785年9月28日に結婚し、その後ロンドンへと移り住んだ。ロンドンでは1786年6月21日に 最初の子供となるチャールズ・エドワード・ホーンが誕生した。同年、その少し前の5月には、ホーンの最初の作品となった、ピアノ、バイオリン、チェロのための6つのソナタオーパス1が出版されている。作品の予約購入者には、ムツヨ、クレメンティ、ヨハン・ペーター・ザ・アロモン、ジョージ4世、レディ・キャロライン・ウォルドグレーブなどの大物が名を連ねた。ウォルドグレーブがホーンを、 シャーロットを王妃に紹介したことがきっかけとなり、彼は王妃の個人的な音楽教師に任用されることになった。彼は1789年10月20日から1793年10月9日まで王妃に週2回の指導を行った。王妃のレッスンを受け持つ間、彼はロンドンとウィンザーの2つの家を所有していた。また、 彼は1789年6月から1812年10月まで王家の娘たちへの音楽指導も行った。王宮で雇用されていた期間に彼は3つのソナタを作曲して王妃に検定している。ホーンは作曲を続けて多くの楽曲を生み出したが彼が最も知られるのはおそらく音楽の編纂、編曲の業績によってである。 特にバッハ作品に関する仕事が有名で、1807年には、バッハのオルガンのための風画の中から12曲を2つの、バイオリン、ビオラ、チェロ、または、ピアノのために編曲して出版している。翌年、彼は、サミュエル・ウェスレイと出会い、2人は協力して、史上初となるバッハの6つのオルガントリオの完全版や、初の、平均率クラビエや曲集のイギリス版の編集。 編曲、出版を行った。ウェスレーが、疲れ知らずと評したーンは、バッハの全作品の出版計画を立てていたが、これは果たされないままとなった。1824年6月、ジョージ4世がーンを、ウィンザー城内のセントジョージ教会のオルガニストに、任命した。彼は1830年6月26日に王が、この世を去ると職を辞し、その後間もなく、 ウィンザーで生涯を終えた。彼は、セントジョージ教会に葬られた。七人の子を設けた妻は、彼よりも長生きしている。注釈出典。ありがとうございます。